こちらでちょっと休憩したいと思います。なんか今ピーンって音しましたね。あ、来る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 。プンです。今は愛宕神社の鳥居の前にいます。ここから三室山、日の出山、御岳山に登っていきたいと思います。それでは出発します。愛宕神社、日の出山ですね。頑張って登っていきます。よろしくお願いします。ここからの階段がね、急ですよね。頑張って登っていきます。階段を少し登っただけなんですけどね、絶景です。今日も楽しい登山ができますように、よろしくお願いします。日の出山ですね。向かっていきましょう。今日はとても寒い日ですが、空気が澄んでて気持ちいいです。こちらには第56番と57番ですね、いらっしゃいます。こちら88番はとても立派ですね。幸せの鐘、88展望台、幸せの鐘。スカイツリーを見つけられるかな。今日はね、天気いいんでね、見えるといいですね。スカイツリー、幸せの鐘は以前来た時はなかったですよね。これラフを絶景ですよ。あれ、あ、見えた見えた、見えますかね。おお、こけちゃうあれだ、あれ、あちらに見えてます。ちょっとでも東京の方は、ここ東京かあちらに一本だけピョーンって、あちらの木だけ伐採するのをやめたんですかね。他は切られてるようなんですけれども。幸せの鐘、鐘の鳴らし方、3回叩きます。1打目はそっと自分のために、2打目は心を込めて大切な人のために、3打目は大きくみんなのために。数を守らなかったり強く叩きすぎると幸せが逃げてゆきます。こちらに2021年8月8日ってなってますね。昨年の8月8日ですね。その以前に来たんですね。やはりなかったですね。ここは景色のいい展望台だなと思ってはいたんですけど、初めて今日叩きます。3回叩かせてもらいます。愛宕山到着です。無事ここまでは登山できました。ありがとうございました。三室山あと50メートルです。三室山 646.9 メートルです。イエーイ。ちょっと休憩しよう。それでは日の出山に向かいます。下の林道、なんかワインディングしてていいですね。こちら梅の木峠です。山歩き、怪我なく無理なく楽しい登山、楽しい登山しないとですね。現在地ここですね。次今向かうのが日の出山です。次に御岳山、
向かって下山していくという形ですね。寒いからかは分からないんですけど、ちょっと左の端が少し痛いというか違和感というか、無理せず行こうと思います。開けてる場所に出ました。あー気持ちいい。日の出山、あと500メートルですね。間違って巻き道の方行ってしまうとつかないんで、こちら日の出山登っていきます。結構登ってきましたが、あともう少しですかね。この木の階段、結構ももに来ますよね。あ、疲れた。あともうちょっとだと思うんで頑張ります。あともう少しで頂上着きます。よいしょ。日の出山山頂 902.0m 到着しました。イエーイ。絶景です。今日のランチはおむすびと無印のお味噌汁です。それでは御岳山目指していきましょう。御岳神社の鳥居があります。こちらに今日はお世話になります。よろしくお願いします。あともう少しです。御岳神社の下まで来ました。よろしくお願いします。カッパさんカッパさん椅子支えてる、ありがとう。すごい力持ちなんだね。手で押さえてるよ。パパちゃんありがとう。御岳山山頂到着しました。929メートルです。イエーイ。こちらに御岳山が見えてます。非常にかっこいいです。惚れ惚れします。それでは下山をしていきたいと思います。お茶でもしたい。寒い。すごいですね、凍っちゃってます。寒いはずです。滝本駅、御岳駅方面向かって帰っていきたいと思います。141 142 143 144。ほら145がない。146もない。147 148。大黒の尾、大黒の尾、はあ、大黒の尻尾ってことですね。こちらは団子堂、団子堂、団子堂というお堂があったんですね。現在も祠があり、新しい地蔵様が道中の安全を願っている団子堂です。かわいいですね。お地蔵様も見守っていただきありがとうございます。390番、すごいですね。もう根っこで立ってる。すごいけど大丈夫。2本だ。2本になってる。立派だな。だけど根っこで立ってるみたくなってるから、なんか怖いですよね。こっちのピーって。389番、こちらはオブジェのような
ケーブルカーが見えるところなんですけれども、こちらに椅子があったんで、こちらでちょっと休憩したいと思います。なんか今ピーンって音しましたね。あ、来る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 、ちょうどだ、ちょうど、どっちだ、どっちに動いてる。まだね。ここは真ん中ぐらいなんですかね、ちょうどケーブルカーのどこら辺を今歩いてたのかな。あ、下からやってきた。滝本駅から来たんですね。ゆっくりですね、やっぱり。急斜面ですもんね、こちら。あ、すごいゆっくりだ。かわいいですね。かわいいです。上からも下がってくる、両方なんだ。ここですれ違う、ちょうどここですれ違うとこなんだ。ここ赤い、赤、最初に赤いカラーのがやってきた。さよなら。ちょっとほっこりコーヒータイムにします。それでは御嶽駅方面向かっていきます。っていうか、なんだこれ、すごいですね、ほんと。この状態はどういうことなんだ。今日は愛宕神社から三室山、日の出山、御嶽山と登ってきました。まず愛宕神社、次に愛宕山に向かいましたね。こちらまでは結構ずっと登りなんで、その後三室山に向かいましたね。三室山は眺望はそれほど良くはないんですけれども、三室山の次は日の出山ですね。頑張って日の出山まで登りました。こちら六六首って書いてありますね。お化けのろくろの首のように曲がりくねっていることから、あー、なるほど。ここら辺の道はすごいぐね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 してました。そういう意味で六六首なんですね。なるほど。日の出山、日の出山まで向かう、もうダメだ、滝本駅にもうそろそろ着くので、滝本駅のアナウンスがたくさん入っているので、また後でにします。いってらっしゃい、バイバーイ。いってらっしゃい。こちらが滝本駅ですね。初めて来ました。日の出山の山頂は絶景ですよね。遠くの山々が見え、下のあれ何のかな、見えるの大竹山もよく見えましたね。日の出山、御嶽山、久々来たんですけれども、もうやっぱりいい場所ですよね。皆さんに人気があるのがとってもよくわかります。また
楽しい山歩きができたらなと思っております。最後まで見ていただきありがとうございました。鳥です。鳥をくぐります。今日一日ありがとうございました。最後ここに来て癒されムードですね。うちのおじさんが高水三山登ってると思うので、今私は最終ゴール地点の寒山寺駐車場を目指してます。帰ってきてないですね。まだおじさん戻ってきてない。私の方が早かったみたい。珍しい。